ライジンが4月11日、都内で、ライジン46、4月29日、東京、有明アリーナに関する会見を行い、元シュートボクシング、SB、世界スーパーライト級王者の鈴木博明、ベルウッドファイトチーム、と対戦予定だったライズオープンフィンガーグローブマッチ、オン、65kg 級王者のヤーマン、ターゲット渋谷、の欠場が発表された。これに伴い、 この試合は中止となった。ヤーマンの怪我は膝内側側副靭帯損傷、出前とう体帯損傷で全治2ヶ月というもの。会見後の取材で榊原信幸瀬尾は歩けないくらいの状況。怪我は相当重圧。本人的にはこの先を考えるとあまり詳しく怪我の状況は公表したくないということもあると思うが、あのヤーマンが欠場をせざるを得ない。 ちょっとやそっとの怪我だったら絶対に穴を開けないタイプのファイターが欠場せざるを得ないという結論に至った。それくらいの怪我と説明した。またこの欠場に当たり、ヤーマンは、出場予定だったライジン46ですが、内側側副じ体帯と前十字じ体帯の損傷により欠場することとなってしまいました。対戦相手の鈴木選手、楽しみにしてくださっていたファンの方々申し訳ありません、と謝罪のコメント。 続きは、皆さんこんにちは、怪物くんです。まずは、ヤーマンくん、お大事に、と、その言葉と同時に、こうに発表された仕事を途中で投げ出すような責任感のねえ坊ちゃんに対満ハローゼなどと言ってしまった、自分の見る目のなさにがっかりしております。お金を稼げるようになって、戦う気持ちを忘れちゃったのかな。だとしたら、怖い思いをさせてごめんね。 ビンビンのファイターだと勝手に勘違いしていたよ。傷だらけでも胸張って人前に立つのが格闘家の姿だと思ってたからさ。だから俺は、お客さんの前に現れるときはどんな状況でもピンピンの姿でいることを約束しますので、またの登場をお楽しみに。推進、燃えてきたらやろうぜ、ふはははは,は。とのコメントを寄せた。